こんにちは、牧秀樹です。本日は The Met Online 最小英語テストオンライン版についてお話ししたいと思います。共同調査者は斉藤正隆、長身です。これが長身です。2020年1月以降、感染症の拡大によってですね、対面による授業に制限がかかり、授業やテストをオンライン化する必要が生じてきました。私どものグループは最小英語テストを開発してきましたけれども、これは紙ベースの試験であったため、現在の大学教育においても使用することが困難になってきました。そのような背景のもとで、私どものグループはこのMETをオンライン化することができないか調査を進めてきました。本研究ではその試行錯誤の結果として The Met Online を開発し、その特典と TOEIC IP 特典との間に相関があるかどうかを調査しました。本研究では岐阜大学グローカル推進機構と私どものグループが協力し、岐阜大学職員の同意を得て受験者に TOEIC IP を受験した直後に、私どもが作りました MET オンラインを受験してもらい、そしてその相関を調査しました。方法です。参加者は、職員の中の希望者23名、そして実施時期に関して言いますと、2020年10月から2021年2月の間に4度 TOEIC IP が行われましたけれども、その23名はその都合がいい時に受験しました。そしてその受験した直後に MET オンラインを実施しました。 MET オンラインは従来の紙ベースの MET とは異なり、鉛筆で空所に単語を書き入れるというようなことはしません。その代わりにターゲット語の箇所に縦に候補がですね、2語並んでいて、聞こえてきた語を候補のどちらかをクリックすることで選択すると、そういう作業をします。問題数は140、長さはだいたい3分程度です。これが MET オンラインの例です。このように縦に候補となる語が2語並んでいます。そして聞こえてきた音声と同じ語をどちらか選ぶと。そういう作業をします。実際の音声を聞いてみましょう。The majority of people have at least one pet at some time in their life. このように音声が聞こえてきますので、どちらかをクリックすることで、答えていきます。TOEIC IP について簡単に説明しておきますと、聴解と読解からなる、およそ2時間のテストで、得点は10点から999点、そのようなスコアとして、表示されます。では結果です。 MET オンライン得点と TOEIC IP 得点との間に相関があるかどうか調査するために、単回帰分析を行いました。それでは結果です。TOEIC IP 聴解得点、読解得点、そして総合得点、そのすべてと、MET オンライン得点との間に相関があることが分かりました。そして統計的優位な相関があることが分かりました。ではこの部分、より分かりやすくグラフで見てみたいと思います。このように MET オンライン得点が高ければ、TOEIC IP 総合得点も高いと、きれいな右肩上がりのグラフになっています。この結果からですね、MET オンライン得点と TOEIC IP 得点との間に統計的優位な相関があることが明らかになりました。このことはですね、MET オンラインは今後岐阜大学において事務職員の英語能力測定に関し時間的経済的に有効な形で使用できると、そういったことを意味しています。本日はありがとうございました。長新くんです。